皆様お待たせいたしました。それではただいまよりアート&サイエンスセッション感性の拡張を始めさせていただきます。まずは当セッションにご登壇いただきますスピーカーの皆様をご紹介いたします。アレクシー・アンノレ様、最新のデジタルメディアを応用しオープンリールアンサンブルから一世三宅とのコラボレーションまで数々のアーティストらと活動、現在はソニーが今年発表したトイプラットフォームトイヨのコンセプトを発案、 UX 開発を担われております。落合陽一様、筑波大学学長補佐、大阪芸術大学客員教授、デジタルハリウッド大学客員教授を兼務、メディアアーティストとしても国内外で幅広く活躍され、多数の賞を受賞されております。徳井直様、2009年にコズモを設立、 AI と人の共生による創造性の拡張の可能性を模索し、 AI を用いたミュージックビデオの制作や AI の DJ と自分が一曲ずつ掛け合うスタイルでの DJ パフォーマンスを国内外で続けられております。笠原俊一様、2014年よりソニーコンピューターサイエンス研究所に研究員として参画、コンピューターによる視覚の制御や拡張に関する研究成果を発表され、テクノロジーの社会実装も進められております。そしてこのセッションのモデレーターは株式会社ソニーコンピューターサイエンス研究所代表取締役社長北野弘明様、株式会社ロフトワーク代表取締役林千秋様でございます。それでは北野様、よろしくお願いいたします。はい、今日セカンドセッションで、オーギュメンテーション、センシティビティ、拡張、感覚の拡張の方のですね、セッションになります。で、最初、2人、スピーカーがいますので、まずアレクシーの方からかな。じゃアレクシーの方で、プレゼンテーションしてもらって、それから、次、落合さん、プレゼンテーションします。じゃあ、まずアレクシーお願いします。はい、こんにちは。まず感じてくださいって、まあ、ああ見えて日本語全然問題ないので日本語でやらせます。まあ、なので僕がなんかお前誰だってよく言われるんですけど、まあ、こういう人です。なんか一応フランス人でいることがプライドとして思っていることと、エンジニア、もともとエンジニアなので、いろいろできるんですけど、そこがあまり興味ないので違う世界に入ってしまったわけです。
でリサーチャーとしては一応本業としてやってるので、研究もやってるんですけど、一番やりたいのはやっぱ下の方にすごい小さい字で書いてるんですけど、もうクソゲーを作りたいっていうのが気持ちがあるんです。でその一部の人には僕がクソゲーの人って知られてるんですけど、今日はその話はしません。で、この図は実はこのイベントに参加してる、ネリー・オクスマンさんの絵なんですけど、そのなんかアートとエンジニアリングが真逆に見えるとか、そのデザインとサイエンスに真逆にも見えるんですけど、これで大丈夫です、はい。ただその真ん中に何があるのかってなんかすごく興味があって、僕が そこを狙ってるわけです。でそのデザインとサイエンスを混ぜたらどうなるのか、アートとエンジニアリングをどう混ぜていいのかっていうことを考えてるんですけど、その目的は実は遊びの未来を考えてるわけです。そのこれからの人がどうやって楽しくさせるとか、その仕事じゃなくて別に世界を救いたくないですね、その人を楽しくしたいっていう気持ちが強いあるんです。で僕の遊びは、すごいド M の人で、今年1月1日から毎日必ず何かのアニメーションとか絵を作るっていうバカなチャレンジをやってます。なのでどんな酔っ払っても、どんな薄くても、家に帰ったらパソコン開いてコードを書いてなんか絵を作るっていうことなんですよ。で昨日レセプションの後に帰って酔っ払って、まあ、これ作りましたみたいな。でよく考えたら作った後にそのまま寝落ちて、で起きたら投稿みたいっていう、なんかちょっとアクシデントになってたんですけど、でもそういう日々やってるわけです。でそれが僕にとってのエンターテインメントなんです。僕チャレンジをつけて、そこでじゃあどう作るのかっていうことなんです。で毎日ものを作らなきゃいけないんです。でこれが今まで、そのシリーズの中で一番好きなものがこうなってるんですけど、まあ、これ毎日新しいものを作らなきゃいけないっていう無駄なチャレンジになってるんです。でそうしたらもうチートしなきゃいけないんですね。ずるくしなきゃいけないんですね。その毎晩ゼロから新しいものを作るのは大変すぎて、なんか使わないといけないですね。で例えばこういうものが出てきて、色は結構僕が好きなパターンになってるんです。で色を1個ずつ選ぶことは絶対してないです。ああ見えて真っ黒な格好を着て色のスペシャリストです。でその色をなんかやってくれるシステムがあったらいいですねっていうことで、まあ、例えばこういう感じで、まあ、色が結構鮮やかなものが多いですけど、1個を一切選んでないです。あ色は一切選んでないです。でこのコードをよく見ると、色をなんかサムカラーみたいな、ある色くださいっていう関数を作ったわけですね。でそこが僕の、まあ、完成の確証っていうことになってるわけですね。そのやっぱ色を考えたくないから、色を考えてくれるシステムを作ったわけです。でそのある色の仕組みが、なんか写真を入れてそのまま出てくる綺麗な色のパレットが自動的になってるわけです。でそういうシステムが実はすごく面白くて、その自動だからこそ面白いですね。写真を入れるといい色が出てくる、丸なので別のことを考えていいわけです、ね、なんか僕にとっては色はもう終わってる問題なので、僕の絵だと、まあ、こういう写真があってそのまんま色を取って、そのまんま次の課題に移れるっていうのがすごく楽にしなきゃいけないですね。毎日作らなきゃいけないっていう、すごいバカなことをやってますから。でそこで自動っていうことが、最近みんな機械っていう、機械が作るとなんか魂がないとかってよく言うんですけど、で作為がないって、作為、まあ、こういうこの字で作為なんですけど、僕がその自動生成のものを作る時に自分の作為が入り込めるわけですね。だから僕にとっては綺麗な色、僕にとって綺麗な色の組み合わせがこんなもんですっていうシステムを作ったから、僕から見るとまだ僕の考えている感性がそこにあるわけです。でそのシステムが実は、まあ、重い色っていう名前してるんですね。まあ、あえてロマ字にして重いの字が、まあ、好きに当ててみていいです。でそのシステムが実は伊勢宮系とコラボして、その写真から、まあ、色を抽出して、でその気持ちのいいパレットを自動で作ります。で伊勢宮家の時は、その伊勢宮家のメインのデザイナーの宮前さんが撮ってた写真が、ベースになってるんですけど、でそのままパレットを作って、そのアプリケーションによって僕が綺麗と思う順番に並べて、プラスちゃんと作れる人に、計算して、でその時はちょっとカバンを作るっていう、伊勢宮家しかできない技術を使って、こういうぐらいの素敵なカバンになるわけですね。
で、カバン自体がものすごい価値のあるものですね。そのファッションアイテムとしては、まあ、結構あの綺麗な素材で作ってるし、で色味もすごいですけど、そのストーリーが僕が提供してあげたわけですね。そのカバンを見ると綺麗ですけど、その裏のストーリーが知ると喋りたくなるわけです。実はこのカバンがこのプラハ教会のステインドグラスから来てますよっていうことを、なんか別の価値を作ってあげてるわけですね。その色を自動化したことだけで価値を作ったっていう。で、この一番僕が好きなのが、その白黒のカバンが実はあのマダムたちを待ってるあのおじいさんたちの後ろ姿っていう写真から来てるっていうのが、なんか分かると分からないとか、なんか知ってほしいか知ってほしくないという、まあ、微妙なラインになってるんですけど、それがあるんです。でもそこでちょっと評判が良くて展開したんですけど、四大都市のロンドン、ニューヨーク、パリ、東京の写真から、まあ、コレクションをまた別のアイテムを作ったんですけど、で銀座の店でこういう感じで、あの旅の思い出を録画録音するということでレコードになってるんですけど、でも言いたいのが、東京の店行くとロンドンあるんですけど、ニューヨークもあるんですけど、パリがあるんですけど、東京はもう売り切れっていうことですね。で、赤だったから売れたっていうことももちろんあるかもしれないですけど、店の人に聞くと、いや東京のお土産が欲しかったっていうお客さんもいました。なのでそのカバンが実は東京の写真から来てるっていう価値観が伝わってきたので、その写真の価値観がそのまんまカバンに移ってきたっていうのが、その自動だからこそできたわけですね。その間にデザイナーの手とかその人の気持ちが入ると、あのデザイナーのおかげでここまで綺麗になったっていうことになるんですけど、その自動のシステムを使うと、その写真に入ってる気持ちとか思い出、その考えているストーリーがそのまま抽象化されるっていうのが自動生成の価値なわけです。なので僕が作ってるのはそういうものなんです。そのいろんな、まあ、実は自分の負荷を減らしたいのが最初の目的であります。毎日作らなきゃいけないから、ちょっとずつあの面白くできるところに早く集中したいので、パソコンを本当に助けてもらってるわけです。で、まあ、今渋谷の地方にもなってるんですけど、まあ、こういう感じで、ソニーが経営しているあのでかいあのサイネージなんですけど、で僕がその、まあ、テストの映像なんですけど、まあ、並んでるんですけど、でわざわざその時が青い靴を着てたわけですね。で案の定システムが青の色をピックアップして、でその地方に出てくる青が あれは俺だ、なんか僕が、まあ、オレオレ詐欺って言うんですけど、まあ、あれを真似してあれオレ詐欺っていうのがですね、だから僕がその場所をその時にいたから、その時報が自分のものになってるわけですね。でそこが自動だから作れる気持ちになるわけです。その時のそのお客さんに合わせたコンテンツが作れる時代になってくると思っていて、そういうシステムをひたすら作ってます。なんかそういう毎日毎晩苦労してるバカなチャレンジからいろいろ生まれてきてるものなんですけど、本当にやりたいのが自動生成を用いて一人一人に合わせたエンターテインメントを提供したいのが本当の気持ちなんです。でもう一つのプロジェクトなんですけど、よく考えたら同じ感じですね。その自分のおもちゃ、自分の好きなキャラクターが動かして、なんかすごい小さい時子供が手を持ってブブブってやるんじゃないですか。で警察泥棒みたいにバーってやる。で急になんか4歳5歳になるともうやめてしまうわけですね。なんかインタラクティブじゃないから面白くないっていうことになってるので、それすごく損だと思っていて、その子供の想像力を生かせたい、そのプラットフォームを作ってきました。でよく考えたら、じゃあそのキャラクターに、じゃあヒーロー役とか悪い役とか、じゃあ追いかける役か逃げる役っていうことをなんか追求できたら、そのキャラクターが、まあ、遊びのもとになるわけですね。なので同じ仕組み、なんか結構メタの話になるんですけど、それがまあトイオっていうトイオプラットフォームのもとになるんですね。でトイオっていうのが、まあ、CSL の中で その僕の研究から始まったんですけど、今、ソニー株の方で田中と中山が中心なチームでやってるんですよ。まあ、今ものすごいチームになってるので、あの3人のプロジェクトではないですけど、ちょっとおもちゃにそういう気持ちを入れるわけです。でちょっと紹介ビデオをご覧ください。
オのキューブは動きに反応しシンクロし操作もできるシンプルなロボットです。いや、こうタレントすごいですよ。こんなに笑ってくれるのが実は演技かどうかっていうのが僕も疑ってるくらいまあ一応子供なのでここまで笑うのがやっぱ面白かったっていうことなんです。でやっぱ東洋の遊び方の一番キーとなっているのが、その僕が本当に言いたいのはその2番目に書いてるのがキューブに好きなキャラクターか工作を載せるっていうのがポイントなんですね。例えばウルトラマンのフィギュアを載せて対なんか全然わかんない違う世界のドラえもんを乗せてそれを戦わせるっていうのは子供やりたいですけど、絶対市場には出ないですね。ウルトラマン対ドラえもんみたいな、そういう有名な世界が子供が思いたい世界が実現させてあげるっていうのがあるんです。でそれは実は結構前から考えてるんですけど、まあ、2013年ぐらいそういう話してるんですが、いい遊びとは何なのか。そのちょうど僕の子、1月で5歳になるんですけど、その子のためにせっかくこういうエンターテインメントのプロフェッショナルとして、じゃあその子にいい遊びというかその成長できる遊びは何なのかってよく考えたら、まあ、やっぱテレビとかその完成されてるものを一方的に受けることじゃなくて、自分でちょっと参加型できるものの方が、まあ、面白いだよねっていうのが、その始めがあってもストーリーの展開がちょっと未定なところの方が面白いし、でその展開が子供が考えた方が、まあ、さらに面白くなるので、それをちょっと技術を使って実現してあげたわけですね。なのでおもちゃの世界が何が起きてるのを理解しなきゃいけない。例えばこのキャラクターがこの役で動いてます、で別のキャラクターがここにいてこっち向いてるのでこういうことが起きますっていうのが、まあ、それをセンサーで見て、でルールを作ります。例えば警察の人が泥棒を見てたら追いかけることになるわけです。で追いかけたらタッチしたら負けみたいっていうルールが作るわけです。でそれをモーターを使って提供してあげるっていうのが東洋のコンセプトです。で5年前から考えているのがその図が全然変わってないっていうのも結構、言いたいわけです。なので好きなおもちゃに機械が与えられる役割とか行動を追加すると遊びが生まれるわけです。それが東洋の一つの価値なんですけど、その2番目の価値がその好きなおもちゃで遊ぶことで評価してあげるわけです。自分が作ったものが強いのか弱いのか遅いとか速いのかバランスが悪いとか、そういう、まあ、子供が持ってる人が分かると思うんですけど、レゴでなんかすごいものを作ってきたら、まあ、いいよねってしか言わないですね。ただその作ったものが形としてはすごいのか強いのか他の形が押せるのかって、戦わせたら強くなるのかっていうことがこの東洋を通じて評価してあげることができるわけです。そうすると東洋でできることが、やっぱ作ったもので遊ぶとひらめく、自分が考えているものに一応評価してあげると自分がじゃあ工夫したくなるわけですね。よくしたくなるわけです。でその世界が救えないって言ったんですけど、その世界を救える人たちのマインドセットを育ててあげたい。その
お子さんが自分が遊んでるものをちょっと工夫すれば面白くなる、ちょっとだけ工夫すると速くなるっていう、なんか自分でデバッグとか開発できるところまで持っていくと、いろんな問題にもまあできるわけ。なので、まあ、自動生成の価値は多分そこにあるわけですね。その入り口を開けることで、その人の気持ちとかその人にユニークな価値が伝わっていくっていうことがあるんです。で最近人工知能とかいろいろやってるんですけど、やっぱビッグデータになると人類レベルの話が必要なわけですね。で膨大なデータが必要ですけど、結局平均されたものなんです。だから人類全体合わせて一つのシステムが作るんですけど、僕がやっぱやりたいのがその人、その人に合うことをどう作ればいいのかっていうのが僕の課題になっていて、で遊びを通じてそういうシステムをまあ探索してます。で強いて言えば、僕がこの真ん中のプロセスをデザインすることでやっぱ面白くなってくるわけですね。でそれがまあ僕の、価値というか、その僕が提供しているバリューがそこにあるんです。で最初、まあ、結論で言うと、機材とか AI とかいろいろ怖い話になってるんですけど、その AI にその共存するためのことを教えなきゃいけないですね。その人の価値がどこまであるのかっていうのが伝えたなきゃいけないのは、そのエンパシー、日本語に適切な言葉が僕が知らないので、そのままエンパシーって言うんですけど、その僕らが考えているユニークな、その個性的なものがちゃんと謙遜できるところを最終の形であるべきだと僕が思っているので、そういうことをエンタメを通じて探してますということで、以上になります。ありがとうございました。続いて落合さん、お願いします。まず電源切れそうなんで、よ、はい、アップデート傾向が出てるんで直します。よいしょ、はい、よいしょ、はい、よろしくお願いします。はい、こんにちは、落合です。どうもよろしくお願いします。今日はですね、僕がよくやってるデジタルネイチャーという価値観についてひたすら喋ろうと思うんですけど、今日皆さんに覚えて帰ってきてほしい言葉1個で、時事向けって言葉です。これ日本語です。華厳宗の言葉です。でどういう意味かっていうと、末端点と末端点にあらゆるものが包括され、点と点で物事が進んでいくという意味です。簡単に言うと、エンドポイントエンドポイントで間の関係性とかあんま考えなくても最終点に到達するっていう考え方です。で上の英語の方が多分ちゃんと説明されています。でこれを Google 検索すると一番最初に出てくる事例はこれとかですね。古い池や買わず飛び込む水の音、日本人ならみんな知ってる詩です。ただこれが今同通でどう訳されてるかかなり気になってはいるんですけども、ラフカディオファンはオールドポンド、フロックスジャンプインサウンドウォーターと訳します。これアメリカ人に見せると何もわからないと言われます、はい。でまあ、ご丁寧な訳だと、まあ、なんかどうやってこの孤独な池っていうか忘れられた池みたいなものがあって、そこにフロックがパーンって入って、なんか生命の感じがする、あこれは自然なのだみたいな感覚がこうハッとするみたいな単語だと僕は思ってるんですけど、これはエンドポイントエンドポイントだけで自然の美しさと人間の感情を描き出しているんですが、エンドポイントだけでどうやってこれを認識することができるんだろうかというのは非常に人工知能的な問いかけであります。で僕が考えているこの世界観、デジタルネイチャーという感覚は、そんなような計算機がエンドポイントからどうやって自然な風景、もしくは感覚、もしくは美的感覚を作り出すことができるのかというところが僕のライフクエスチョンの一つです。でこの前県北芸術祭、去年の芸術祭で展示してた時の、まあ、事例をご紹介しますと、僕メディアアーティストなんで基本的にはサイバーなものを作ってるんですけど、大体展示したくなる場所はですね、なんかこう廃校とか蔵とか、あともしくは、明るい場所に展示したくなることがよくあります。これ県北地域って人口減少問題を抱えているので、めちゃくちゃニューな廃校がいっぱいあります。新しい廃校です。謎な言葉ですね。でまだ夏休みみたいなんですよ、行くと。できてからまだ3ヶ月とか1年ぐらいの廃校です。でそこにこう作品突っ込んでいくわけですけど、で、まあ、日光がこうピカピカしてるような、なんか日向の教室に
作品をこう置くと、でこうポタポタ垂れてるのは獅子落としみたいですけど、これあのシャボン玉を自動で貼る装置で、そこにある位置角度だけこうシャボンに蝶々が映る作品を作ってて、でここで不思議なことが2つあります。1つはシャボン玉は透明なのになんで映像が映ってるんでしょうかということと、もう1つはなんでこんなに明るいのに像が見えるんでしょうかという2つです。で、まあ、そのヒントは後ろに超音波スピーカーがあって、この膜面を高速で振動させて、あの光のビームが特定の角度だけものすごく強くなるように映させています。でこんな風な、まあ、デジタルでしか作れないけどデジタル感がない表現をどうやったら自然の中に作り出すことができるだろうかっていうのが一つ興味です。で普段はコンピューターグラフィックスのリサーチャーなので、じゃあこの膜反射っていうのは高速カメラで捉えつつ、じゃあどういう周波数で揺らしてやったらどういう光の分布を作ることができるんだろうかっていうのを CG として考えます。で CG として考えた後それを物理現象として作るっていうのが僕のよくやるやり口です。で、あ、自己紹介が遅れました。落合です、よろしくお願いします。で、あのなんかいろんなメディアによく出てるんですけど、まあ、建設のメディアだったりとか、もうネイチャーインデックスの表紙になってた時はすごいびっくりしたんですが、基本的には大学の先生です。で僕のラボは今43人の学生がいて、で、まあ、研究員もいると43人かな。であそこに写ってるちっちゃいのが僕です。で、自分の会社もやってるので、まあ、総勢、まあ、50人ぐらいのメンバーで、あのどうやったら新しい世界観を作れるか、もしくは新しいプロダクト開発のプロセスっていうのを大企業さんの中に入れられるかとか、あと自社で開発をしてたりとかもします。まあ、専門は波動 と、最近ではデジタルファブリケーション、あとそれを使うためのディープラーニングをやっています。で僕らのやってる特徴はどういうことかっていうと、今みたいななんか見た目的に新しいものを作るプロセスは、まあ、複雑なものが絡まります。例えばプロジェクターでどうやって開発するのとか、どうやってじゃあ光を揺らすための音響装置ってチューニングするのとか、いろんなものがあるんですけど、まあ、こういうような人間と波動と素材の間にどうやってフィードバックループを作るかっていうのが一つ大きなプロセスです。つまりスループットをデザインする、1個の要素を作るんじゃなくてスループットがどういう意味になってるかっていうのを考えるっていうのが我々のやってる特徴的なことです。だから例えばディスプレイの表面反射をこうやって考えるみたいなことも、まあ、よくやると。じゃあどうやってそれは式で作れるの、もしくはそれを取ったデータからどうやってホログラム作れるのみたいなことを考えていることもあれば、例えばじゃあ人間の目には見えるけどカメラには映らないプロジェクターってどうやって作るのとかですね、もっと工学的なことを解いていることがあります。で、まあ、なんでこんなのやってるかというと、スマホの数がものすごく多いので盗撮防いでって言われたんで、じゃあ人間の目に映らないようなプロジェクター、あ、映らないけど携帯で撮るとなんか電子透かしみたいなのが映っちゃうようなパターン生成をしながら、例えば高速プロジェクター作ったりみたいなことを考えたりとかよくやってます。でバックグラウンドがメディアアートなので、じゃあそれまで人類がこうどういうメディア史を作ってきたのかっていうことにすごく興味があって、その今の現在進行形としてどうやったらコンピューターを使ってそういうのができるのかっていうのを考える。例えばじゃあ回転の ゾートロープみたいなのがあったら、じゃあ踊ったそばから回転ゾートロープが生成されるような 3D プリンティング装置を作ってみたら、それっていうのは目が見えない人が実際触って踊りを理解できるかとか、踊るのって楽譜ってなかなかないんですけど、3次元の楽譜を 3D プリントして保存するための方法っていうのは何があるんだろうかっていうのを考えてみようみたいなプロセスをコンピューターをすることで自動化する、そしてひたすら作り出すみたいなことを考えています。で、まあ、こういうようなメディア装置の最終到達点っていうのがスマートフォンなんだろうか、もしくはヘッドマウントディスプレイなんだろうかっていうのが、多分今2010年代我々が抱えている一つの問題点だと思っています。でも冷静に考えてみてください。このお友達たちちょっと面白いですよね。僕よく海外で紹介するときはソニックインターネットネイティブって紹介してるんですけど、あの海の中にいればですね、彼ら友達に5キロ先の友達とかにおーいとか言えると。で昔から電信系を持ってる生き物なんで、テレコミュニケーションも3次元認識も基本的にはずっとやってるわけです。で人類にとっての彼らでいう海っていうのは一体何なんだろうかっていうことが僕の中では結構問いかけで、つまり我々はどうやったらこの目に見えないこの世界にそういうような電信系や通信系を持つことができるのかっていうのはすごく気になっています。でこれは僕は博士の頃からずっと気になってて、なんで空間自体をどうやって知的化するか、物に仕組みはないけど、例えばあの超音波のホログラムを使って物が勝手に動くとか、こう人間がマニピュレーションしてるそばで勝手になんか物が動くための空間の波面合成っていうのは一体どうやってやるかっていうのが僕の昔から興味です。でなんでこんなことしてるかというとですね、今我々がスマートフォンとか液晶ディスプレイから通信されてくる光と音か音は人間の目の解像度とか耳の解像度によってます。でこれをどうやって飛び越えるかっていうのが次の課題です。より解像度が高い、もしくはより強度が高い、もしくはよりホログラフィックに合成できる人間のヒューマンネイチャーを超えた
波動制御もしくは、形状制御みたいなものができるっていうのは非常に面白いと思っています。で僕が歴元先生のところで博士を取ったんですけど、博士の頃はじゃあそれって超音波って目にも見えないし耳にも聞こえないから特定の形やら特定の構造を作ることができればそれっていうのは、まあ、例えば空間にディスプレイを作ったりとか物をマニピュレーションしたりするのに、直接使えるんじゃないか、しかもそれで使っている物理量っていうのは人間にとってはなかなか感じられない物理量だよねっていうような問題を解いたりとかしています。で今何もなくて浮いてるように見えるけどあそこにね超音波でピンセットをフォーミングするっていうのが、まあ、僕の一つの得意技なのでこういうのよくやってます。あと、まあ、得意なのはこれ最近のやつでちょっと耳にします。赤いとこだけで1キロヘルツの音がします。これポイントはえっと一体何をやってるかというと、これポイントは一体何をやってるかというとこれポイントは一体何をやってるかというと3次元空間の自由な位置にじゃあ音を鳴らすスピーカー機能を生成するには超音波の非線形現象で音を鳴らせるんですけど超音波の部分は聞こえないんですよ。エンドポイントのあそこの音の部分だけ人間に聞こえるようにすれば例えばこっち日本語こっち英語とか例えばこっちの人右と左に違う音を鳴らすとかそういうのが超音波域は聞こえないけど波長域は聞こえるからそういうのを作れないかなみたいなのを考えるとそういうのがまあ専門ではあります。で要はずっと何やってるかっていうとそうやってバーチャル化したものと物質化したもの、顕在化したものの間をどうやって作るかっていうのが一つアーティスティックな探求でもありリサーチでもあるってことをずっとしてます。でこれは僕が着任した年にずっとやってたやつですけど、まあ、なんかここにねフェチズムがあるんですよ。どうやったら我々は映像として認識したものと物質世界にこうあるものの境界を行ったり来たり行ったり来たりできるんだろうか。でこの頃やってたのはじゃあそれってどうやってレーザーを使って作れるんだろうかっていうのをやってまして、これねフェムト秒レーザーっていう100兆分の3秒 のパルスを作る30フェムトンのレーザーを使って、そうするとめちゃくちゃピークのエネルギーは高いんですけど積分値は低いので超低エネルギーでプラズマが作るんですね。簡単に言うとこの作ったプラズマをじゃあ例えばそれで、まあ、人間が昔から感じてこれなかった妖精とかフィギュアをどうやって作れるかってことをずっとやってて、例えばここで見るべきポイントはですね横に植物に赤外光のレーザーがガンガン当たってるんですけどこの植物燃えないっていう、まあこれあんまナチュラルすぎて気づかないんですけどエネルギーがめっちゃちっちゃいのにそこでプラズマ化して空中3次元に自由に絵が描けててそれで指が焦げないっていうね、そうすると、まあ、触ると触覚があるじゃあレーザー装置もしくは波面構成っていうのはどうやってやるんだろうみたいなことにすごく興味があります。だから我々が音とか光とかで健全化してくる前の状態赤外光とか超音波の状態は、まあ、スキンに使っても我々の目にも見えないし耳も聞こえないわけです。でそこを使ってホログラムを使ってそれを人間の目に見える形にまず変換してやるっていうプロセスをひたすら取ってるタイプです。可視光ってめっちゃ狭いんですよ。僕らが目で見てる領域っていうのはものすごく狭いのでそれ以外の領域みたいなところでどうやったら波面を合成できるかみたいなことに興味があります。だからやってるプロセスはすごい単純で最近の波面制御はディープラーニング最近よく使っちゃってるんですけど、まあ、データ集めてそれをどうやって機械学習するかって考えてその後ハードウェアインターフェースに落とした後健全化するものに変える、それでひたすらこのスループットを回し続けるとなんか全然違うものが出てくるんじゃないのかっていうことが僕の主たる興味です。で普段何やってるかというと、まあ、アートリサーチメソドロジーデザインみたいなことをずっとやってて、まあ、アートやってる時はですねもっと考え方はシンプルでじゃあどんなビジュアルなものを作れるんだろうかみたいなことを、まあ、ひたすら考えてます。で例えば六本木ヒルズだと52階に1回、作品を置かせてもらったことがあって去年のメディアアンビション東京かな、でなんか浮いてる玉作りたいなと思って作ってたんですけどこれ何がやりたかっていうとなんか僕全天球映像を見るのすごく好きで全天球映像ですね360度シータで撮ったやつです。あれが浮いて見えるようなものに東京の景観を貼り付けてみたかったんですよね。でなんでじゃあメッキ球浮かしてみたらそれってきれいに貼り付くかなと思ったらちゃんと貼り付いてみんな浮いてることにびっくりしてそこ見てくれないんですけどこうなんか貼り付いてるとああこれはたまらんみたいな僕のフェチズムが満たされていると思うんですけど、まあ、こういうような表現にしてこの作品を、まあ、ここにたまたま来たアラブの金持ちに売れそうなんですけど今こんなことをやったりとかですね、この裏では何研究してるかというとじゃあ空中でじゃあ物体をバランシングするアルゴリズムはどうだったかだと任意の形を作った後特定のパスを動くときにそれが安定的に動くための最適化計算というのはどうやってコンピューターできるのかって裏でやってると、裏のリサーチは武骨ですね、形には特にこだわりはないのでじゃあウサギでいいかって言ってウサギ投げてたりします。
でそれをじゃあもっと、マネタイズするときにエンタメでマネタイズするときどうするのっていうと自分で CM に出てます。なんで、こんな風にですね僕はひたすら卵を浮かせてるんですけど、まあ、全部同じプロセスです。要は 3D プリンティングして 外形をどこまで丁寧に作るかって問題で、これ CG じゃなくて本当に一応フィジカルなものが浮いてるんですけど、なんかあんまその努力が気づかれないんですよね。だからもうこの時とかすごいですよ、僕あの子供が頭突っ込んだ時落ちたらやばいから、こうなんか顔が笑ってない僕だけこんなことをずっとやってる人間です。でなんでこんなプロセスをずっとやってるかっていうと、まあ、我々はどうやってエンドトゥエンドでこの波動や物性やもしくは形っていうのをトランスフォームできるかってことにすごく興味があります。全然言ってることが伝わらないと思うので具体例を出します。例えば自然界で今みたいな超音波のウェーブフォーミングする生き物はイルカがいます。イルカの頭の中の脂肪細胞のメロンってやつは今みたいにウェーブフォーミングできます。ただ原理がちょっと違って、うちの研究室だと例えば 3D プリンターで、波面の形を作るための構造っていうのを刷ったりとかもしてるんですけど、その刷った構造みたいなのが脂肪でできてるものが頭に入ってて、それを曲げることでビームを出してます。でこれ面白いのは、僕らは普段 3D プリンターでも作るし、電気制御でも作るし、かつ生き物も同じようにそれを作ってるわけです。でこの間の関係性っていうのはおそらく機械学習で、まあ、置き換えることができるんじゃないか、自動生成することができるんじゃないかっていうのがすごく興味があるところです。ここをひたすらやってます。だから例えば筋肉的な構造、 3D プリンティングのマテリアルがどうやって動くかとか形を変えるかとか、もしくは腕や筋肉みたいに 3D パターンを入れたら、じゃあそれが構造になってすり上がったと動くかみたいなことにはすごく興味があって、それの自動の最適化計算みたいなのはやったりとか、こうさぎみたいにうにょうにょ動かすの簡単そうに見えるから、あれ結構難しいんですよ。そういうのをやったりとかですね、アクチュエーター自体の設計問題を自動でどうやって解くかっていう問題を解いたり、例えばじゃあアクチュエーターができたんで、ね、人間の腕を同じようにですね、例えばリズムが右手3拍子左手3拍子のポリリズムって取りにくいので、じゃあこれリズム と、モーキャップ使って、じゃあここに適切な電気刺激を与えてやったら人間の腕もカチャカチャ動くんじゃないかと思って、こんなことをやってみたりとですね。だけどこれ面白いのは、人間って筋肉の入力を入れるとなんか外した後も覚えてるんですよ。つまり機械で一回学習すると人間のフィードバックループの中で、あ、俺動くじゃんって言ってこれ覚えてられるので、そういうようなフィードバックループを、じゃあ物質の側でやるの、人間の側でやるの、波動の側でやるのっていうのをひたすらループを繰り返していくようなタイプの人間です。だから人間ラジコン作ったりとかですね、まあやりたいことは適当に選んでやってはいるんですけど、でもそのプロセスっていうのは、まあ、大体それで集めてみたデータっていうのをどうやって学習機にぶち込んで、じゃあどうやって動くのっていうのをやってみると、これはもう最適化計算する必要もなくて、 Excel の右クリックで線だけ引けばですね、この風に動かせばいけますよとかは分かったりします。で僕らがだから今ずっと考えているのは、今我々が頭で認識してこの世界を見ている、この可視光線の世界と人間ロジックの世界ではない空間っていうのを、どうやったらそれはユークリッド空間でモデリングするのがいいのとか、何で定義するのがいいのっていうのをひたすら考えることができるんじゃないかってことをまあやってるわけです。でこれってすごく面白いプロセスで、今までの自然科学は何かを観察してそれでセオリーを作って物を作るってプロセスで物を考えてたんですけど、データドリブンになってくると、データを集めてでソフトウェアに突っ込んで最終的に答えが出てきて、じゃあなんでこれ解けたんだか考えようみたいな。でこんなことずっとしてます。だって最近このプロセスで一番面白かったやつは、なんかディープラーニングでフーリー変換が解けないっていう問題に僕らはぶち当たって、ディープラーニングじゃフーリー変換が解けなかったんですよ。でどうやったら解けるのかなと思ったら、シングルレイヤーなら解けたっていう、これはめちゃくちゃ面白い課題です。でもそれ何やってるかというと、中開けてみるとフリーコンテクテッドなニューラルネットワークは中でバタフライ演算するんですよ。これもうドラマティックです。フーリー変換ができてから50年ぐらいかかってるか分かんないけど、かかって高速フーリー変換が編み出されたのに、15分でシングルレイヤーのニューラルネットワークはバタフライ演算が最適であるということを作るんですよね。でこうすると僕らが作ってる波面計算というのはものすごく早く解けるようになったりとかするんですけど、こういうようなことを、じゃあこれってでもペーパー書けんのって言われると、ペーパー書けないんですよ。だってフーリー変換の方が早いことは分かってるからね。ただニューラルネットがそうやって解くっていうことを、僕らはセオリティカルに、ああすごい感動したって思ってる、新しいサイエンスが芽生えそうな気がするっていうようなタイプの人々です。で今日エンドトゥエンドっていう言葉なんで、最後これで締めたいと思うんですけど、僕ね好きなファッションブランドがあって、このブランドなんですけど、僕今日も着てるの、背中に下流老人とか書いてあるこのブランドなんですけども、この服をですね、いっぱいなんか彼はめちゃくちゃ天才なので服を作ってますん でとりあえずディープラーニングかけてギャンで作ったら新しいコレクションが作れるんじゃないかと思って、あ、なんかできたと、あ、これはいける、これはきっとデザインスケッチばりに情報量があると思ったんで、人間のパターンナーに投げる、つまりデザインスケッチつけてパターンメイクして服を着てファッションショーをして、するのが普通じゃないですか。
そこで出てきた画像を機械学習に投げて、出てきたアウトプットを人間のパターンに発注し直すと、どんなものが出てくるんだろうかってすごいちょっと僕気になってしまって、それを一通り回してみると、わあできたと。さあどれがどのブランドの服か分かりますかみたいな状態なんですけど、これをマニアに見せるんですね。このブランドのマニアに見せると、ちゃんと、このブランドじゃない服と、あとに、ディープラーニングで作ったブランドの服と、あと、それ以外のブランドをちゃんと分けるんです、そのマニアは。で、そのディープラーニングで作ったやつと元のオリジナルの服の間の関係性は区別がつかない。で、これは非常に面白いプロセスで、だからエンドポイントで我々っていうのはものを見てて、エンドポイントとエンドポイントの変換が機械学習で比較的楽にできるようになっていく。それはもっと高次なクリエーションもそうだし、低次な目とか音とか空間認知みたいなものも比較的できるようになってきたのが、まあ、最近 で、それによってできる生態系をどうやってデザインしていくのかっていうのが僕の主たる興味 で、なんでここに興味があるかっていうと、我々多分僕が東洋の人間だからだと思うんですけど、なんか一個のものをこう打ち立てるより生態系を作る方に興味がある。例えば伊勢神宮ってどういうプロセスでできてんだろうとか、そういう言語じゃなくて現象自体で何かものを考えようみたいなことを考えてます。で、最後に一言、なんかその日本の美って特殊な言葉だなと思ってて、山紫水明って言葉知ってますか？なんか山は霞、水は清らかって言葉なんですけど、でこれをギリシャ人に説明しようとしたら、なんで霞んでねえといけねえの山って言われて、確かに晴れててもいいですねって僕思ったんですけど、でも日本は霞んでるものとパッキリしてるものがあると綺麗だと思うんですよって説明してもなんかあんまり理解は得られなかったんですが、でもこれって解像度が違うってことじゃないですか。ぼやけてるのとぼやけてないので、この差をどうやって美として捉えられるかっていう、もっとテクニカルなところに我々の自然に対する根源的なアプローチがあるんじゃないかなと思っていて、そこが計算機によってサポートされてくると、なんか新しい発見がありそうだなと思っている落合陽一でした。ありがとうございました。落合様ありがとうございました。そしてアンドレ様ありがとうございました。それではこれからはディスカッションを行いたいと思います。スピーカーモデレーターの皆様、ご登壇をお願いいたします。それではよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。僕が負けですね今の千秋さんとこっちで先に言葉発したが負けだな、このモデレーターはとかって勝ちました。大変面白い2つのトークだったと思うし、あとその他の笠原さんと徳井さんも面白いこといろいろやってるんですけど、テーマが一体どうになるのかっていうか、パーセプションの拡張だっていうところで始まってるんだけど、実際今の2つのところって実はパーセプションの拡張というよりもなんかあれですよね、なんかこう違う、例えばそのアレックスがやってるんです。僕すごく面白かったのはいろんなことがあったんだけど、その中で面白かったのは、デザイナーの主観が入らないアートっていうか、なんかその街の風景とかなんかからパターンが出てきて、そこに普通はそのデザイナーの作家性っていうものがまあ必要になってくるから、デザイナーがなんかデザインをしたものに価値があるっていう風なのがあるんだけど、さっきのアレックスの見てるとそうじゃなくて、そこが入っていないから受け入れられてるというか、みんなが面白いというふうに思っていうところがあるっていうのがなんかすごく僕はすごい印象に残ったところなんですね。それ以外のところももちろんあるんだけど、で落合さんのやつっていうのが今度は、テクノロジーを、その破面の合成の技術だとかいろいろなテクノロジーを使いながら、今までなかったようなそのものっていうかですね、現象って言っていいのかな、その現象ですね、ですよね、なんか作っていくっていうふうなところで、なるほど。例えばそのコロイダルディスプレイっていうのもあれ、なんか写真で見るとなんか普通にディスプレイして見るんだけど、動いてる映像見てると、なるほどそうかというので、そこら辺に背後にそういう、面白い非常にアンユージュアルなテクノロジーの組み合わせがあるから、あれが実現できるっていうところが
まあ、面白いなと言って、でむしろそれってなんだろうな、その感覚の拡張というよりもなんだろう、その人間の我々のさっきの最後のね、あの三子水面のところで出てきたみたいな、うん、世界観というか、 なんかそ我々の美意識のとか、パースペクティブの拡張、パースペクティブで、ね、それを今までと違う形で現実化させているっていうような、まあ、あの拡張っていうか、ただ単にパーセプションの拡張じゃないんだよね、二人ともやってるのね。そこのところはなんかすごい面白かったなっていうふうに、まあ、あの思いました。それとそのものではなくって、やっぱ生態系を作るっていうところもやっぱり、あ、やっぱそうだよねっていうふうになんかあのすごい感じてて、でそこは多分アレクシーののもなんか共通してるのがあって、なんか一個のこのアート作品がなんかこうじゃなくってプロセスをやっぱり見てるよね。だからそこら辺に もしかしたらそこが新しいなんか一つのフロンティアになりつつある部分なのかなっていうふうな気がしたんですけど、いろいろそのクリエイターをまとめていろいろやってるロフトワーク的にはこう、そういう、いや結構無茶振りしてますけど、それもあるんだけど、その前に思えば今ほらアレクシーと落合さんにはプレゼンしてもらったんですけど、奈緒さんと笠原さんも登壇してもらってるので、はい、簡単に自己紹介もしてもらおうかななんて、タコ紹介ならめちゃくちゃできますあ、タコ紹介したらいいです。僕とアレクシーはどっちかというとこってりしてる人間なんですよ、うん、そうこっ結構こってりしてるんですけど、うん、あの得意なのが超クールなんですよね、やってることが。ちょっと 大阪人っぽいですよねあのアレクシーだって、うん、あのディープラーニングで DJ しようとか、うん、あとディープラーニングでカラオケ字幕とか作ってましたよね。そうですね、なんかやったりとか、やってることがね、なんか社会批評的で、しかもビジュアルがかっこいいの。さっきめっちゃ羨ましがってんの。そう、めちゃくちゃ羨ましい。なんでそんなクールに物作るんだろうと思って、で超あのディープラーニングスペシャリストです、この業界では、うんうん、で超詳しいし、笠原さんも、うん、あのクールなんですよね、うん、一人で単身メディアロボに乗り込んでって20個ぐらいプロジェクト回して帰ってくるみたいな超クールな男で、あ、研究室の、あ、後輩ですよね。後輩です。あ、はい、その卒業しましたどっちが年は僕が上だけど、うん、先輩、僕社会人で入ったから。なるほど。で一瞬かぶってました。笠原さん超クールで、ね、なんでクールかっていうと、あのうち歴元研って人間オーグメンテッドヒューマン、うん、あの人間の視覚拡張とか感覚拡張とか人間同士の拡張みたいなのをやってる研究室なんですけど、そこをど真ん中で拡張してって、うん、なんか例えば人間が複数視点を持てるかとか、あと例えばあの人間が遠くのテレプレゼンスした先にどうやったら、うん、あの視点をもう一個持てて、それがスポーツ選手を体感で追体験できるかとか、そういうのはなんか人間の視覚ネットワークとかを超越してる、うん、なんかスーパークールなんですよ、やってることは。僕みたいになんかあの廃校にも文句みたいな、このなんかいじけた中年みたいなことはしない今日素直だね、落合くんね素晴らしいタコ紹介してた。素晴らしいタコ紹介でしたね。でもあのちょっと笠原さんの作品がよくわからないから、もうちょっと突っ込んでみたいんですけど、さっき向こうのセッションで、あの身体の拡張では親分の歴元さんからね、もう散々こう触覚の拡張、まあ視覚の拡張、テレプレゼンス、インターネットオブアビリティ、ガーンっていう話は聞いたんですけど、うん、ここで聞いてみたいのは、もう一個内側のレイヤーの、そういうことを受け止めた時に、なんていうのかな、綺麗だなとかかっこいいなとか嬉しいなみたいな、そんなところも私たち拡張できんのとか、なんか創造性創造性って言うけど、本当に私たちってクリエイティブになってんのみたいなことに結構向き合っているのがこのレイヤーかなと。だから身体の拡張は比較的インプットが何かも分かってるし、それでアウトプット100倍ですっていうのに対して、美学100倍になりましたってあんまり言えないじゃない。なんかそういうかっこいいことに向き合ってる、かっこいい男性集めちゃいましたなんですよ。だからそれちょっとそのあたりでもう少し自己紹介も含めてどんなことやってるのかとか、はい、僕もともとだからテクノロジーを使って人間の感覚とか体験を拡張しようとやってたんですけど、うん、だんだん拡張ってやっていくと、うん、なんか拡張ってなんだろうってところに思い当たってきて、うん、で僕最近どっちかって拡張なのかは分かんないんですけど、うん、要はテクノロジーによって人間のパーセプション、知覚とか感覚を変容させようとしてるんですよ、うん、その変容っていうのが本当に拡張なのかどうか、実は僕、うん、一周回って分かんなくなってるんです今実は。さっきそういう議論にもなった、はい、結局増やすことじゃなくて減らすもあるし、うん、進化でもなくて変化だけなんじゃないみたいな話もまさに出てて、はい、僕結構今疑ってるのは、うん、その
自分というパーセプションはいかに脆いのかっていうのを研究を通してすごい痛感していて、それはまさに他の人と視覚を交換するとか、なんか他の人と筋肉を接続するとかやってると、あれ俺がやってるとか俺が感じてることって本当に俺が感じてるのかとか、そういうのがだんだん、それってある一種拡張ではないんだけど、ある一種そこの前提条件を外したことで拡張じゃない再構築が起こるんじゃないかなと僕は期待をしている。それが多分いわゆる今回感性とか私が考えてる私が思ってることを実はこうテクノロジーが変えていく、そういうなんかタイミングに来てるんじゃないかなと思います。北野さん、進化論もさ、そういうふうに変わったんですよね。要は私がほら高いもの食べたいために高くなっていくみたいな、そういう話じゃなくて、菌とかさ、いろんなものと一緒に進化してるんであって、一個の種の進化だけじゃなかったっていう進化論が大きく変わるのと同じで、個人 の, あの進化論って言った時 の, そのっていうか、漢字の当て方間違えてるんで、完全に進化するって言って、なんかその進化しているものがあってね、それがそれより前のものとか他のものよりも優れてるみたいな、あの感じの感覚っていうかがもう全然 まずいんですよ。だから要するにアダプテーションがされるわけじゃないですか。いろんなあの遺伝的な変異があって、環境適応をただただひたすらしているだけで、それである環境においてはもっと複雑なものになってるけど、別にその複雑なものがもっと単純なものにも優れてるわけではなくって、偶然そういうふうな複雑でないとサバイブできない環境のスペースに入っちゃってるだけなんですよね。で、例えばその大腸菌だとかああいうものって非常にシンプルだけど、圧倒的にどこにでもいるわけですよ。で、人間がいないところにでもまあいるでしょ。で、例えばこうあの非常に複雑な哺乳動物の世界だって、じゃあその人間と猫比べたら明らかに猫の方が美しいとか、これも主観の問題ですけどあのまあ、僕から見ると最もよくできているというか、あの進化の頂点は猫だと思っている人間なんで、なんかさっき南條さんは犬だし、なんかね不思議なモデレーターが集まってる、それはまあいいとして、だ結局だけどそれは割と人間中心的に、ね、人間が進化の頂上だってどういうデタラメ言ってるんだよっていう感じだと思うんですよ、ちなみに僕はイルカの方が好きですけどね。あ、イルカね。イルカもいいですよね。人間よりイルカの方がはるかに かっこいいです。私はね、イチゴ。イチゴうわ、イチゴって言うと思った。すごくない？でもあの形と色と、ボツボツ感と、種もあるけど、あの赤さ、あんな風に可愛くなれる人間見たことない。でも可視光線見えないやつらにとっては灰色ですよ、多分。あれすごい人間にとってすごい都合のいいというか、人間に特化した色ですよね、あの赤、いちごの赤って。スーパーヒューマンって感じです。ストロベリーヒューマンみたいな、いちごって実は人間に適応して進化したんじゃないかって思う。人間用なんじゃないかみたいな。品種改良を多分されてるはずなんで、大体の場合っていうのは。だからあとそのいろんな動物とかも、犬とかなんかも結構品種が改良され、まあ、猫なんかもあのいくつかの種類に対しては、まあ、元はリビアヤマネコですけど、まあ、あの改良されてるのもあるじゃないですか。でそれはだから、でもそれもアダプテーションなんだよね。それでサバイブしたし、だからあの犬ってね、なんかさっきナジュさん言ったけど、いろいろあるけど、あの動物種としてあんなに多様性のあるのって犬なんですよ。あんなのないんですよ。だって この大きさからこの大きさまであって、要するにその20倍ぐらい違うぜ。象が20倍違ったら大変になっちゃうんですよ。確かに。で そういう動物ってないんですよ、基本的には。だからあれはちょっと、あの、ごめんなさい、うん、そうやって人間という環境に合わせてこう、適応して進化していったっていうことですよね、人間の品種改良っていうある種の環境、人工的な環境、そうだと思います。で多分その方がサバイブできた、だと思いますね。だからそういうところにいないいうあの犬の種類っていうのは多分いると思うんだけど、人間の生活圏に入ったるとそれに対していろいろなサバイバルのストラテジーが出てくるんですよね。いやもう完全に犬とか猫が人間より社会のポジションが高いと思うんです。だいたいその、ね、猫飼ってる人は分かるんですよ。だいたいあの我々がこう奴隷のようになってるわけじゃないですか。で 猫、だって猫がやってることが寝て食べてなんかどこかで冒険するっていうことだけど、それで食べられる人ってどれだけいますか、多分人類 の頂点はですね、コアラだと僕は思ってて、コアラ、コアラ、コアラです。でコアラって動くのがめんどくさいんで、ユーカリとか差し出してもらわないと食わないんですよ。しかもユーカリを複数ね、好みのユーカリがあるから別々に育てて、人間が今日はこれですかって、これでございますって食べるんですけど、いやある時僕クラウドファンディングのサービスをやってて、そのまずあのコアラのうんちで作った紙が1万円で送られてくるリターンがあるやつと、
あとですね、発展途上国の子どもたちが学校に行けないから、その人たちがサンクスレターが500円でくれるっていうやつが並んでて、うんうん、圧倒的にコアラのうんちをみんなが欲しがるんですよ。だからコアラのユーカリでできたうんちをひたすら欲しがってるやつが、うん、難民で困ってる子たちよりも上に来るみたいな、これはやばいって思った時に、なんかクラウドファンディングっていうのはアートなんだなって思いました、うん、だってコアラのうんちですよ、本当ね、うん、まあ、コアラあれ、あのユーカリ食べてると結構ジャンキー状態になってるはずだな、確かあれはだからそういうふうに考えると全然進化はしてないね、感性とかね、人間はね、変化はしてるけど、変化で多分いい、変化でいいってことか。そうそうそう、うん、あの僕自分のそのちょっと出てきた AI と一緒に DJ するプロジェクトっていうのをやってるんですけど、その時に一番最初に考えたのは自分の DJ のスタイルを学習させようと思って、うん、自分だったりあとは有名な DJ だったり過去のいろんな DJ のログを解析してそれっぽいあの選曲をしてくれる AI を作ろうとしたんですけど、そうすると何が起こるかっていうと、うん、まあそうだよね、これかけたらこの曲かけたらこういう感じになるよねっていう、うんうんうん、ある程度こう予定調和なところに落ち着いちゃって、うん、あんまり面白くなかったんですよ。で全部そういう人間の過去のデータとかを無視して音だけから次の曲を解析選ぶようにしたらすごい予想外なことが起きるようになって、それで一気に DJ のこうパフォーマンスが面白くなったっていうか、その予測可能性と不可能性みたいなところで、うんうんうん、ギリギリのバランスが取れてて、セマンティックスやめるってことですね。そうです、そうです。だから例えば僕がテクノの曲をかけたときに、普通だったら人間の DJ だったらそれに対してテクノだったり、うん、ハウスだったりかけてくるんですけど、うん、一回リハーサルでジャズの曲を選んできたときがあったんですよ。でそれがすごいミックスがかっこよくて、うん、あ、こんな選曲あるんだと思って驚かされて、うん、で本番のときにその逆が起こって、あのAI が僕がリハーサルの時にかけたテクノの曲を選んできたんで、来たと思ってそのジャズの曲をかけたつもりが、僕が A 面と B 面間違えてかけちゃって全然ダサいディスコになっちゃってかけてなかったっていうのがあるんですけど、結局何が言いたいかっていうと、その人間の真似をすることで超えていくとかじゃなくって、僕はその先ほど変容っていう話があったと思うんですが、そうずらすっていうのがすごい面白いなと思っていて、ある程度そのAI という形で外部化することができたときに、それをちょっとずらしてあげるとか、より人に近づけたりとかっていう、そこのズレをコントロールすることができるっていうのが面白いなというふうに思います。今の話最高に好きで、なんでかというと僕意味論超嫌いなんですよ。どういう意味とか超嫌いなんです。意義も意味も、いや、AI で単語の意味を扱うのがすごい嫌いなの。だから機械学習超嫌いだったんですけど、うん、ディープラーニングになって波動がそのまま扱えるようになって超ノリノリなんですよね。波動がそのまま使えるっていうのは、つまりなんか意味化してタグ付けとかしなくても、波動と波動が、あの、どういう変換をされるかとか、画像と画像がどういう変換をされるかっていうことに使えるので、あ、ジジイ、うん、そう、基本的にその人間の、そのなんだろうな、そのチャンキングっていうかね、あの、意味を言葉の意味みたいなものと概念空間を、うん、にマッピングすると、それすごくいやらしいんだよね。なんかやだ、絶対おかしなことになるんですよ。あざといなみたいな。一般意味論のコージブスキーとかなんかやってるんだ、その意味を使うってことは言葉を使うってことなんですよ、うん、それでリアリティが、あの、マップ is not territory っていう有名な言葉があって、テリトリーってリアリティね、マップっていうのは言語空間に、ね、うん、でそれってイコールには絶対ならないんですよ、うんうん、それは言葉を使った瞬間にそれが正確さを失うし、そこに文化的なコンテクストとかなんかがすごい乗っかっちゃうんで、うんうん、昔の AI がダメだったって、なぜかっていうとそれを使わざるを得なかったからダメで、ディープラーニングがすごいのは、あの、ブレイクスルーっていうのはそれをやらなくていろんなことができるっていう部分なんですよね。だからあの そこが、まあ、すごい重要なポイントになる。その時にそれでもなお入れるデータによってでバイアスはかかるわけですよね。つまり言葉ってすごく文化的ですよね、うん、だから言葉、その言葉で何を想像するかは文化的な背景によって全然違うでしょ。で今言った言葉じゃない、状況とかさ、そういった要は波動でもね、をインプットにしてアウトプット作れるっていうと、言葉じゃないもので、感性を作れる時代には入ってるんだけど、それでもなお入れるデータは文化とかのバイアスは引きずっちゃうの？引きずらないの？つまりグローバルカルチャー AI 的なるものっていうのは生まれるんですかね？平均化すると言語のバイアスは逃れられないんですけど、大体
平均があってすげえいっぱい入れると、うんうん、まあ、人類みたいなものができる。さっきのやつだ、人じゃなくて人類になっちゃう。例えばその文化的なコンテクスト、例えば家って言った時に、うん、出てくる色のイメージとか、うん、マレックスのやつだと日本の家だったらやっぱりちょっと茶色っぽいとか、うん、なんかそういうのじゃないですか。ってのはそういうのだけど、同じ家でスパニッシュでカサになった時には、うん、白とか赤のレンガだとか青い空なんですよね、出てくるアソシエートしてる色っていうのは、うん、だそのコンテクストとかもそもそも、うん、トランスレーションした段階で違う。でもそのなんていうか住むとかっていう家のファンクションとしてはほぼイコールなんですよね。だそういうのがもうたくさんありすぎて、それを記述するのってほぼ不可能。ただ人間って言語がないとコミュニケーションできないんです、現実問題としては。で考えることもできないんです。でフランスのその歌手だったか、アクターだね、そのアクターので、言葉を耳が聞こえなくって生まれた人がいるんですね、うん、でその人はが手話を覚えるまでは明日が今日の次に来るとかっていう、その時間のオーダーとかそういうものは全く理解できなくって、うん、手話を覚えるってある意味で言語なんですね、うん、これを覚えることによって思考がオーガナイズされるように初めてなったとかっていう、そのカモメの言葉っていうのっていう叫びかっていう本があるんですけど、日本語で訳してるのは、うんうん、でそういうふうな、そういうふうなものでは言語ではものすごく重要、思考に訳、ただしそこに必ずしもバイアスが入ってきてるっていうのはリアリティ。なるほど。言語やめるの超大変ですよ。だからなんかそのなんかこう、言語やめるのは、言語やめるの超大変。いつも言語やめようと思って言語やめて、うん、なんか我々結構言語に助けられてるんじゃないかなと思ってて、なんかこう、うん、さっきの時事無限の話にもつながるんですけど、うん、結局我々って分からないものをそのままにしとくって結構苦痛だと思うんですよ、うん、でそれに対して何しか我々が納得できるレベルの言語化をしてなんとか社会生活を送ってる気がするんです、うんうん、ただ多分ディープラーニングとかデータベースでやってるのって多分言語に落とせないレベルの何かそういうオーダーのものが起きていて、多分それを我々が言語レベルに何か落とし込んでなんとなく納得して生きているみたいなことがあって、だからすごく僕も、うん、それの話を思うと、うん、なんか Don't think just feel みたいなやつあるじゃないですか、うんうん、こうで、うん、ちょっと思い返すと、もしかしたらそのジャストフィールした後に、うん、なんでそれをフィールしたのかをシンクしてるのかなと、うん、ああそう思う。もしかしたら、だから我々ってなんかそういう機械とか何か得たしないものが出てきた時に、うん、それになんとなく自分が作れるリーズンを作って、うん、でそれがこう納得できるとこう自分が理解したとか自分が感じたっていうふうに思ってるんじゃないかなって。なんかじゃちょっと実はそこがその今の AI が作り出す感性とか感覚に潜んでるなんかこう2レイヤーの形式なのかなってちょっと思い、あ、わかる。いやでも多分 AI が今できてるのはその人間の理解能力を超えてるわけです。だからどうやってこういう結果が出てるのか説明できなくなってきた。ディープラーニングの場合がなぜこういう結果が得られて人間より面白いことが出てくるっていうのが、人間が予測できないものが出てくる。だから多分僕から見るとそれが一番面白くて、なんか期待を超えてるとか慣れてない結果が出てくるとか新しい刺激がくれる。人間だって人間のことを何やるか全然想像できてないよね、自分すらも、うん、だから人工知能が何出すか分かんないのもお互い一緒だねっていう感じもするんだけど、よくあるのはね、その会話するやつとかあるじゃないですか、うん、で、AI で会話するとかなんかつって、うんうん、どっかのこういうってロボットとかなんか会話してると思って、で、まあ、どこの違いだけど、あれなんか電源オフになってこうなっちゃって、そういうのもあると思うんですけど、で、だけど会話できてないとかって言われてる。だけど、いや人間同士会話成り立ってるかっていうと、うん、なんかしてるようなつもりになってるけど、うん、実は成り立ってないんだほとんど、うん、そうだよね、みんな勝手なこと言ってるだけで、ここもうんうんってなってるだけで、まさに全く成り立ってない。これ成り立ってないですよ、さっきからずっと、うん、そうだよね。例えばこれさ、変にリアルタイムで分析されて誰と誰が成り立ってないかとか可視化されるとさ、もう喋れないぐらいな。いやでもそれで、まあ、なんとなく分かってるから、うん、で人間のすごいところがすごく反応できるわけですね、うん、そのどんな状況にあっても何かやりたくなるっていうことが、その柔軟性が多分人間しかないと思ってるわけです。で機械がそういう柔軟性がまだ持ってない、だから今その機械で人間を超えてもその新しい刺激が来ると僕らがアダプトできるわけです。でその新しい世界にどうやって生きるのかなんとなくなんか出てくるわけと思う。
なんかさ、言語ってなんかそのプリズムとか変なレンズだったりなんかして、うん、入ってきたものがなんか乱反射するのよ、うん、デジタルなんですよ、なんかそう、うん、セパレートされてる、その乱反射することによって変なところに飛ぶから、うん、そこでインスピレーションになったりとか新しい展開なんかして、うん、あれがなんかすごい正確にパパッといくようなものが言語だったらば、うん、もう単純にプログラムを交換してるのと同じになっちゃうから新しいことはもしかしたら生まれないかもしれない。論文書くときはね、言語化されるんで、うん、なんかね、変なジャンプが来るんだけど、うん、論文書く前までは僕らのラボってみんなイルカみたいですよね。っていうのはだから、いや、言ってることが出てくるじゃないですか、ポイって、うん、で、なんかこの羽目エモくねって言ってエモい、よし論文を書こうみたいな。あ、笠原さんが言ってることとでも一緒かも。あ、一緒一緒、本当に同じこと言ってて、感じてなんでエモいのっていうことを書き始めると整理されてくる。 で本当恐怖なのは、その言語が通じない集団が50人ぐらいいるんですよ、うん、ラボに。でそうすると他の研究室の人たちからテロリストにしか見えないですよ。すげえ怖いですよ。だってもうなんかずっとなんかこうすげえ強力なレーザーとかパスンと当ててフワーって出て、フランフォーファー解説エモいとか言ってるんですよ、ね、でこれで盛り上がってるけどこっち側の人は全く今の理解してないから。いや私も今分からなかったんですけど、徳井さん何かご意見ありますか。今の難しい言いたいことは、今までひたすら言語でチューニングされてきたプロセスを一旦すべて破壊しないと、うん、あ、なんかそういうリサーチができないんだよね、うん、そう、あのね、それ面白いのはあのサピア・ウォーフの仮説っていうのがあって、言語が思考を束縛するかどうかっていうのがあるんですね。でそれは必ずしもそうではないんだけど、ただいくつかの実験で、状況によっては束縛するっていうのがあるんですよ。で何かというと、例えば青の色とかってスペクトラムありますね。青もいろいろあるね。それで青のいくつを5分類ぐらいできる文化の人に青を見せて、それでどの青かって言った時に、で見せた後にもう一回青を見せてどの青かっていうふうに言わせるんですよね、うん、でまあスペクトラムでここら辺だっていう。でそれともう一つは青のが1個しかない、または2つぐらいしか青の表現がない文化、で非常にプリミティブな表現のところを見せるわけです。で普通考えると青の表現がたくさんある方が正確かと思うのは実はそうじゃなくって、うん、あまりない方が実は正確だったって実験があるんですよ、うん、でなぜかというと青があれ分節化されているときには言語に一旦コンバージョンされていると戻したときにそれに引っ張られるんで元の色を忘れちゃうっていうか正確に再現できないっていうのがあるの、ね、まあ、人間怠けてるなんかネーミングしちゃうと元をロスしちゃうたりなんかするわけ、ね、だからそれだから言語によってバイアスされちゃうっていう例、ね、だからさっきの話がその携帯の電話番号が誰も覚えないっていうことだって、その携帯自体がそれがそういう機能がついてるからそれもやらないっていうのがやっぱなんか機械がやってくれることで僕らが違うことをなんか余裕が出てくるわけです。で今多分その今の議論の話だとその言語自体がもうそろそろ終わるんじゃないかっていうことになる。その言語から現象へっていう話、そのなんか表現したいときはもう言語言葉には落とさなくてもなんとか違う表現になるんじゃないかって多分はい、僕はずっとそういうことしか言ってない。言語がなんかこうすごい次元縮大ツールになってる。そう、次元縮大ツールだからオートエンコーダーみたいな。ちょっと待って、みんなゆっくり話してもうちょっと言語の何ツールって言ったの。次元縮大ツールになってて、つまりこうすごいたくさんの多次元の情報、漢字で言うと次元が収縮の縮に縮して交代の体、交代する体。なるほど。まあ、つまりディメンションリダクション、ディメンションリダクション、ディメンションリダクション。で、その人間の言語って基本的にリニアな言語なんですよ。うん、で、だからそこのところにやっぱ、ね、みんなだからみんながいるからね。アライバルで出てくるあのタコ型のやつは丸いのがバッタって、あれって結構三次元言語みたいな形になってて、あれだからリニアな言語じゃないんで、うん、あれで。イルカ語も多分そうなんですよ。マジで僕ね、5年以内にイルカと会話しようと本気で思ってて、うんうん、ずっと音響ソナーしてるんですけど、なんかあの要は我々の言語が次元縮大ツールっていうのにめちゃくちゃ僕なんか膝を打ったんですけど、次元縮大ツール、次元下げないとなんかクリエーション出てこないので、うんうんうん、ギャンとかもそうだし、なんか次元縮大しないと多分社会生活が送れないっていうか、その他他人とコンセンサスが取れなかったりとか、うん、文化形成できないみたいな、うん、なんかつまりいいねっていう表現がないと、うん、いいねっていうことを共有できないみたいな、なんか ある一種そういう社会的制約があって、次元縮大ツールが存在してる気がする。なんか男性っぽいですね。男の人って次元減らして、うん、言語化概念化し分かり合ったねっていう感じが好きで、女性は全然減らさないでそのまんま感じ、イルカ型じゃん。イルカ型じゃん。イルカ型が女性な気がしますね。男の人はね、本当ね、
減らしていくの上手ですよね。 AI は女性っぽいっていう AI は女性っぽいんですか。そういうことですね、うん、逆に女性っぽい感覚の方が AI と分かり合える可能性が高い、うん、分かり合えると思うな。それそのものをそれとして理解して、うんうん、理解しているのか、もしくは理解したと感じることができるっていう能力としては、うん、女性の方がなんか AI と分かり合える可能性があるという発見がありますよ。なるほど。なんか男性陣がビーッとこう凍ってしまったんですけど、インタラクティブなセッションを目指しているので、なんかちょっとここで質問って言っても絶対誰も手を挙げてくれなさそうですけど、でもこんなこと聞いてみたいっていうことをぜひぜひ。脳のまま喋っていいですよ。なんか言語化されてない。あ、そうですね、うん、感じたまま。感じたまま。ちょっとぜひ。前頭葉が紡ぎ出す言葉が聞きたいみたいな。犬と猫。ありがとうございます。あ、今ねマイクが来ます。前頭葉が紡ぎ出す言葉が聞きたいっていいですね。東京理科大学の片山と申します。いいですね、実はエネルギーの研究をしていて、うん、まあ、全然関係ないんですけども、エネルギーにこうなんて言うんでしょう、いろいろなエネルギー源があって、それをこう、うん、まあ、要は強化学習を使ってマネジメントしようっていう研究をこれからしようと実は思ってまして、でそんなわけで今回参加させていただいたんですけども、先ほどの落合先生の話で、バタフライ演算が、はい、高速振り変換、はい、がすぐできてしまうっていう非常に興味を持ちまして、なんかそういう事象って他にもなんかあったりしますか。めっちゃあるのは、これは発表するからいいか、今度シグラファージャーで発表するんですけど、ホログラフィーの方が、うん、めちゃくちゃ AI には理解しやすい。3次元世界をボクセルとか 3D に直して学習させるより2次元のホログラフィーに焼き込んで、2次元かけ2次元なんで4次元量あるんだけど、2次元の横のピクセル演算が可能な状態にしてぶっ込むと、なんかね、パラメータ量を25分の1とか30分の1に減らせる。つまり僕らが最近よく言ってるのは、うん、ユークリッド空間で学習させるのが正しくないって僕言ってて、つまり多分北野さんには完璧に通じてると思うんですけど、いや、まあ、全くその通り、全くその通り。ユークリッド中の分散表現に近いんだから、そのは絶対いいです。ユークリッド空間、3次元空間を3次元空間のメッシュだと思って認識させるより、うん、他の表形で考えて、そう、ホログラムとか、なんか多分今のコンピューターの仕様が平面的なんで、うん、ホログマム版の上の方が学習しやすいっていうのは僕らが、まあ、ここ2年間やってきたことの一つで、それはすごくあります。で、さっきのフーリー変換が分かるっていうこととか、あとホログラフィーの方が僕らの使ってる空間認識より分かりやすいっていうのは、明らかに僕らと違う概念認識の方が演算上高速であるってことなんで、一旦我々が思っている、横1縦1の3次元ベクトル空間じゃない空間理解をした方がそういう時にはかどると思います。多分徳井さんもそういうとこありますよね。そうですね。まあ、カール・クリブラムっていう人がホログラフィック、脳のメモリー構造はホログラフィックだっていうふうに言ってたことが、まあ、ありますよね。まあ、それは全てがそう正しいわけではもちろんないんだけど、でも割とそういう分散的な表現であるっていうのはあるし、イルカとかなんかはだから音響パターンで全部やってるから、多分ホログラフィーだと思う。ホログラフィックに脳の構造が音響シグナルをやるように前後にすごく長いんですよね。で、あとセロトニンリセプターがないんで、イルカ基本的に自閉症のはずなんで、イルカはすごく面白いと思います。インプットとアウトプットが要は中が分かんない状態、プロセスが分かんない状態で、うん、とりあえずそれをこう入れまくって中をこう作っていくっていうことだと思うんですけども、そのホログラフィーに関しても中はよく分かんないけども、そうだからインプットで入れるのが、今この空間を3次元の座標点で取って入れるんじゃなくて、ホログラフィーに焼き付けて入れてやると、すげえ分かるんですよ。でそれって僕らは世界認識としてこの画像で認識してるんで、位相空間で撮ってないじゃないですか、位相っていうか 色で撮ってるでしょ。あれが位相差のパターンになってると分かる、その方がすげえ効率的に分かる。でそれはだから僕らの中では、やっぱそうだよねって、僕ら今この空間ホログラフィーで理解してるもんねみたいな話をして、我々の直感には近い。今僕がやってるその強化学習も、昔は制御なんで PID でこうやってたと思うんですけども、まあ、よくわかんないけども、そのニューラルネットワークの中で制御則ができてしまって、まあ、そういうのがすごい面白いんですね。で、なんか今後そういうのもやっていきたいなっていうふうに思ってるんですけども、なんか落合先生、そういう関係のことをやられる予定とか。その辺はあんまやってないけど、でもなんかニューラルネットワーク開けてみると面白いですよ。
バタフライ演算だって気づいたの開けてみたからですからね。普通開けないですもんね。そう普通開けない。でも開けてみたら、あ、バタフライ演算だと思って、あ、バタフライ演算解いてんだこいつら、気持ち悪いって15分学習しただけでバタフライ演算になるんだと思って、結構、あ、でもその後、なんかツイッター上でなんかあの全然出どころがないスタンフォードのやつがなんかシングルレイヤーのやつであのフーリー変換が解けるってことを分かっちゃったって言ってなんか数式書き出して、それでバズってなんかみんなで、あ、なるほどねって全員納得してます。でもこのプロセスが僕はサイエンスだなと思ったんですよ。つまりあの明らかにエンジニアリングじゃないです。エンジニアリング的には解ける問題でもう解き終わった問題なんだけど、それをニューラルネットワークがどう真似して解いたっていうのをみんなでうへー気持ちいいって言って喜んでるみたいな。でそれはなんか新しくそういうのをめでる学会があってもいいと思って。そうですよ、うん、私もそれは賛成。じゃあちょっとそろそろ介入してもいいですか。あの続きはじゃあ引き続きで、今ほらホログラフィーの方が分かりやすいって、あるいはあの学び効率がいいって言ってたんですけど、音ってホログラフィーにならないですよね。 なりますよ。僕のプレゼン見てましたあれホログラフィー全部ホログラフィー。そうなんだ。何でもなるよ大体。じゃあ徳井さんも音でやってるの？あ、ホログラフィーでやってるの？ホログラフィーではないですね。普通に時系列の出てて、はい、位相パターンとか入ってるの、うん、ただ、ね、だからなんか 22.1 チャンネルのマイクアレイを並べてとか言い出したりとかすると、うん、なんかそうなってくるんです、だんだん、うん。でも今の話でちょっと面白いなと思ったのは、やっぱり人間ってどうしても進化ってこうリニアなものだと思いがちじゃないですか。こう原始的なものからずっと来て猿がいて人間が来て次 AI だみたいな、そうじゃなくて北野さんがおっしゃってたみたいに進化ってこうどんどんなんていうんですか、ダイバージしていく、こう分化していくもので、 AI っていうのは全然人間とやっぱ別のもので、あえて人間に似せようとしない方が絶対面白いというか、 AI のプロセスの仕方をちゃんと、それはそうだと思う。だからあの人間らしい人工知能とかって言ってる人いるんですけど、まあ、はい、それはそれで人間を理解するっていう意味ではね、なんかあるのかもしれないけど、うん、やっぱり人工知能で一番面白いのはやっぱり新しいその知能の形を作るのが多分面白いですよ。で例えばアルファ5なんか見てもアルファ5の打ち方ってもう人間の打ち方じゃないんだよ、うんうんうん、でアルファ5同士 のやつを、まあ、ディープマインドが誤解してみんなびっくりしたのはこれが強い碁なんだと、うん、3000年間我々は何をやってたんだみたいな、うん、いやなんですよっていうのは、我々はだからコーナーをまず固めないと計算できないけど、アルファ碁っていきなり真ん中取りに行っちゃったりなんかしてて全然違う碁の打ち方してるわけ で今碁がだから打ち方がアルファ碁を見たおかげでやっぱみんなもうなんかあの、うん、インスパイアされてて碁の打ち方が変わっちゃってるんですよね。でそういうふうなのがどんどん出てくる。であとこの前あの下でなんかロボカップ のサッカーのデモやってますけど、で中型リーグのロボットで実際に僕が自分でピッチ上に入ったんですよね。それでサッカーしたわけで、そうするとロボ7台ぐらいのロボットでだいたい40キロぐらいで120センチぐらいのロボットが、これはまあ人工知能型だから自律的にやるね。でそれで試合するわけですよね。そうするとね、なんかね、確かにサッカーのルールなんだけど毎秒4メーターでコンスタントにチームワークやりながらガチガチ来るわけで、間を取るとかってないんですよ彼らは、うんうん、もうひたすら計算するわけだから、一瞬でも躊躇すると完全に数的優位を取られて、だからこっちがとにかく考え続けてって動き続けないと一瞬で囲まれるっていう風なサッカーなんですよ。でこれサッカーのルールなんだけど全然違うゲームになっちゃってて、それと同じだと思う。だからそれ多分新しいその知能の形態と我々が会った時にすごい違和感があるっていうか、全然違うものになるんだと思う。だから多分そういうものを使いこなすっていうことを考えないと、人間みたいなものを作るっていうのは僕はそれほど、まあ、面白くない、面白くないと思うね。新しい知能を作った方が絶対面白いと思う。そう、まさにだからちょっとみんなに聞いてみたいなと思ってるのは、よく人工知能とか、まあ、ロボットが出てくると人間がに残されるのは創造性だみたいな、クリエイティビティだっていうけれども、今のみんなの話を聞いてるとクリエイティビティさえもその人工知能によって発見されていき、それをまた人間が享受するっていう新しい、あの要はまさに人間らしい AI じゃなくて、それを超えていく存在が出てきたときに、人間の、感性とか、るいは創造性っていうものはどうなっていくと思うかっていうことは、結構一人ずつにちょっと聞いてみたいなって思うんですけど、でも北野さんはモデレーターだから、4人モデレーターが一番喋ってるかってないです。誰からでもいいんですけど、じゃあ僕から、やっぱり人工知能が人間と同じ機能が出てくると人間の、まあ、役割が考え始める、
で、まあ、すごく単純な例で言うとそのキャプチャーっていうのはそのなんか変な画像でこの数字を書きなさいっていうのが自分が人間でいることを証明しなきゃいけないっていうなんかネット上の、うん、あのところでよく使われるんですあれも人工知能で解けてるわけそうするとスパムがいっぱい増えるわけじゃあ人間は何なのかっていうことになってて、うん、じゃあその人間を判明できるテストが変わっていくわけそうすると人間という定義がずっと変化し続けてるわけ、うん、人間の定義が変化し続ける人間の定義は何なのかって多分曖昧になってきてるわけ で、言語もなくなるということで言語を扱えるっていうことが人間の特徴だったんですけど、うん、それもなくなるっていうことでじゃあ僕らどうすればいいのかっていうのが、うん、AI のペットになった方が楽かなっていうのが、うん、今の社会の猫の立場が人間になると、うん、まあ幸せかもしれないですねベジックインカムとかその、まあ、猫がベジックインカムじゃないですかなんか僕らが、ね、あの餌をあげて、うん、あの宿もあげてるっていうことでそうすると、まあ、その僕らの機能を超えた人工知能が出てきたら僕らが、まあ、人間でいることが必要なのかっていう問いまでいくっていう、うん、アレキさん他にはいかがですかコンテクスチュアルなやオートエンコーダーついてるよねみたいな感じもう一回もう一回コンテクスチュアルでオートエンコーダーあの知能たちはだいぶコンテクスチュアルだよねみたいななんか歴史とか持っててなんかオートエンコーダーが機械知能に比べて変だから使ってみると面白いよみたいな感じの雰囲気だと思いますそれをするのが人間人間なんかたまには人間に飛ばしてみるとなんか変なアウトプット出てくるんじゃねえ、うん、直立二足歩行とかしてるしみたいなそういうなんで車輪とか使ってねえのあいつらアホじゃねえみたいな感じに見られてる、うん、見られてるっていうかあ今主語は人工知能がねそういう人工知能があノイズってことですよねそうノイズかなりノイズ感あると思うだって、うん、だって平面にしたのに車輪で動いてないんですよなんでみたいななんかっていう時代になるであろうと、うん、うちの子供はハイハイ覚える先に歩行器に乗せたら歩くの方が先に覚えましたよあはいはい、うん、車輪の方が効率的じゃんえいやって言ってつけたら歩いて普通にコロコロコロって言ってなるほど まだ大丈夫ですか、うん、もうこの2人の意見聞いたら終わります終わってはいるんですけど時間は、うん、AI で何かものを作る音楽でも絵画でもいいんですけど、うん、そういうことを考えるとどうしても最適化って方にいっちゃうんですよね、うん、その考え方的に、うんうん、要するに限られた色だったり音のパレットを使ってどうその決められたピクセルだったり楽譜だったりを埋めて人間の好みに合った音楽だったり絵を作るかっていうそういう方に行くんですけど本当に例えばそれがバッハっぽいとかレンブラントっぽいものを作りたいっていうんだったらそれでいいと思うんですけど本当に創造的なことをしたいときってその空間っていうかそのあり得る回の空間自体を疑うところから始めないといけないのかなと思っていてそこの回の空間を定義することが、うんまあ、人間の今後の役割なのかなというふうに思います、恥を忍んで聞くと回の空間の回は答えの方の空間、ね、あり得るパターン、うんうん、あり得るパターンを疑うあり得る音楽のパターンを全部生成できるかどうかあり得るパターン例えば、ね、のその枠組み自体を変えていく、はい、自体を疑ったりパースペクティブを変えていくようなでもそれってよく考えたらアーティストがもともとやってきたことで、例えばその写真が出てきたことで、うん、それまでその写実的にいかに描くかってことが大事だったのが、うんうん、もう写実的に描いてもしょうがないよねってことになって印象派だったり、うんまあ、キュビズムとかが出てきたわけじゃないですかだからそこの転換のところがまあ人間の役割なんじゃないかなと、まあ、じゃあ笠原さんの言葉で締めていただきたいと思いますお願いします僕締めていいのかなちょっと怪しいところなんですけど、うん、AI のペットの話ちょっとすごい近くて、うん、結構我々がいいとか素敵とか、うん、感性という意味で言うと素敵だなとかって感じることって、うん、我々が自分の中から生み出しているものだと思ってたんですけど、うん、なんかだんだん研究やってると、うん、そうじゃねえんだろうなっていう気がすごいしてきた、うん、なんかそういう僕がいいとか感動したっていうことも実は割とコンピューテーショナルに生み出されるものなんじゃないかなと思ってきて、うん、っていうとディストピア的に考えるとつまり我々が素敵とかそういう感性の何をどう感じるかということさえも実は AI がコントロールできるかもしれない。そうすると AI が出力するのは2つあって彼らが人間たちが素敵だと思うものを出力してさらにその人間たちがそれを素敵だと思うように人間に対してインターベンションするっていうのが実は何か感性においてディストピア的なあのことが起きるんじゃないか僕らがどう何を感じるかっていうのは実はすごく意図も簡単に介入されるんじゃないか無意識に、ね、ただ僕もう一個言いたいのが、うん、あのドラクエとかで、うん、ドラクエかなあのガンガン行こうぜとか命を大事にとかあるじゃないですか
自分の AI の自分以外のプレイヤーの行動を指針するやつ、うん、でそれと同じように将来自分たちの行動さえも無自覚に自分で今日はガンガン行きたからガンガン行こうとか何を素敵だと思いたいからそういうふうにしたいっていう無意識に自分をコントロールするようなそういう意識のオーバーライドができるんじゃないのかなっていうのが今僕の思っている AI と人間の関係です。そうするとどんどん感性を縮小する方向に行っちゃいそうだなって気がしますけど。でもね大丈夫、大丈夫。そういう根に対してまた不確定要素の強制っていう想像できないやつが入ってきた時にまた違う世界に行くんじゃないかなと思うんですけど、もう終わってくださいっていうことで終わりたいと思います。すいません、なんかバタバタとしてしまったセッション、ありがとうございます。盛り上がっておりましたが残念ながらお時間来てしまいました。どうぞ皆様今一度盛大な拍手をご登壇の皆様にお願いいたします。落合様、徳井様、笠原様、アンドレ様、そして北野様、林様、ありがとうございました。以上をもちましてアート&サイエンスセッション分科会感性の拡張を終了いたします。